乗っかっていくっていうことで、久保さんの方でね、アンチに乗っかるというかな、あれ面白いですよね。要はね、企画力というか、こうやったら面白いよねっていうのも、まだちょっと発想があんまないですよね。自分で考えたりとか、自分でこうやっていくっていう経験がないんで、そういうの出てこないと思うんですけど、どういうふうにやったら面白いのかっていう。要は、自分がこう発信するというよりかは、どんなことをすると面白いのか、見てくれる人が共感を持つのかっていう話で。だからそのテレビ番組とかも、そう作られてるわけですよ。これが発信したいから発信するというよりかは、こうやったら面白いよねっていうところでやってるわけですよね。これから情報発信する人っていうのは、まず発信できてないから発信する。でもこの発信するっていうのが、とにかく自分がこうやってる、なんですよ。それはステップとしては、仕方がないことなんですけど、やっぱアクセスを集めたりとかしていかないといけないですし、アクセスが少ないんだったらファンを構築していかないといけないじゃないですか。アクセスを高める、アクセスが少なかったらより濃いファンを作ってもらって、商品を買ってもらうような関係性を作っていかないといけないわけですから。だったらそこに対して、いろいろなその切り口で、こうやったら面白いんじゃないかなっていうところをやっていかないといけないんですけど、要は発信するだけでアップアップになっちゃってるんですよね。そう、多分おそらくここなんですよ。発信するだけでアップアップ。発信するだけでアップアップで、さらに発信するだけでアップアップでアクセス来ないからやめちゃうみたいな。もうここですね、多分。じゃなくて、僕と久保さんなんかは発信するのは要は当たり前だよってことを言ってるんですけど、そこはアップアップにもうならない。まずアップロードするっていうのは、空気みたいに動画やるんだったらさ、ブログ書くんだったらそれもそうですし、何かをやるってことだったら、それが当たり前、日常生活にそれが入ってる、溶け込んでる。日常生活にその作業が溶け込んでる。歯磨きとかも、うわ、歯磨きめんどくせえ、うわ、やだな、やだな、うわ、歯磨きめんどくせえ、やだな、やだなってことはないじゃないですか。ちょっとは思う人もいるかもしれないですけど、寝る前に、うーん、みたいな感じじゃないですか。もう生活の中に歯磨きって溶け込んでますよね。でも思い出してほしいんですけど、ちっちゃい頃って歯磨きって多分嫌がってたはずなんですよ。やだやだやだみたいな、仕上げはお母さんみたいなのありましたけど、最初って嫌がってたと思うんですよ。じゃあなんでそれが生活の中に溶け込んだと思います？なぜそれが生活の中に溶け込んだと思います？これは歯磨きする量なんですよ。完全に。間違いなくそうだと思いますよ。もう何十年歯磨きしてきてるわけじゃないですか。もはやもうそこに対して何も思わないですよね。だから結局量から生まれた習慣なんですよ。量から生まれた習慣ですね。これいい言葉じゃないですか。量から生まれる習慣。7つの習慣っていう本が売られてますけど、7つの習慣よりこの名言を流行らせたいな。そう。量からしか質は生まれないし、量からしか習慣は生まれないみたいなね。だからその歯磨きっていうのも、一番最初、その口の中にね、歯磨き粉入れるのとか、多分、僕記憶ないですけど、ちっちゃい赤ちゃんの時とか、いやーみたいな、あーみたいになったと思うんですよ。やだやだやだみたいな、やだみたいな。なったと思うんですけど、今どうですか？やってます？大人になって、やだ痛い、これ歯磨き粉、やってないでしょ。やってなくないですか？だからそれなんでですかっていう。それなんでですかっていう。だってもともと嫌だったんですよ。嫌だったものが、もはや普通に習慣化になってるわけじゃないですか。それはなんでですかっていう。なぜそうなったんですか、あなたはってことです。生まれた瞬間から歯磨き、わあ、お母さん歯磨きめっちゃ好きやねんっていう。なかなか食べないですよ。だって生まれた時っておっぱいしか、おっぱいを飲んで、で、おっぱいで、ご飯っていうこのすっくりじゃないですか。だからそのミルク以外の口の中入ってきて、うえってなりますよね。それはそうですよね。あれやだみたいな。多分泣いてた。僕多分泣いてたと思うんですけど。やだみたいな。うる覚えかわかんないですけど、そういう、やだって言ってたのはあるかもしれないですね。記憶に発信する、ビジネスをやっていくんだったら、ビジネスをやっていくんであるならば、集客をしないといけないんですよ。なぜ発信するんですか？それは集客するためですよ。だから発信をしたくないんだったらお金払いましょうっていう話を何回かしてますけど、
別にいいんですよ。広告費かけてください。発信したくないんだったら。毎月広告予算を取って100万なり1000万なり1億なり広告予算を取って広告出してください。全然発信する必要ないですよ。だからなぜ発信、僕はなぜ発信するのかっていうと、広告費かけたくないからです。広告費を1円もかけたくないからです。で、あとは広告費をかけて僕が稼いじゃうと、再現性っていう話がね、この億万長者合宿のお問い合わせでもありましたけど、じゃあ僕が広告費1億円を払って2億上げてますっていう方法、みんな再現性あります？ 1 億払いますか？じゃあ、僕1億円稼いでますよみたいな。だけどこの方法っていうのは1億円の広告費を使ってるんです。1億円の広告費をかけて2億上げてるんです。で、1億稼いでるんですよ。その方法を教えますって言われても、どうですか？できます？再現性ありますか？再現性はありますか？でも事実なんですよ。1億円の広告費をかけて2億上げてる。事実ですよ。1億稼ぐ方法じゃないですか。何も嘘言ってないですよね。これ嘘ですか？でもできますかって話なんですよ。だから僕は、塾、ネットビジネスの塾とかやってこう教えてますけど、僕が広告費かけちゃうと、広告費かけられないっていう人がほぼ大半ですから。だから無料でいろいろテストしていろんなことをやって、自分が現場レベルで広告費を一切かけずに集客して少ないアクセスでもこう販売していくっていうところを常に考えてやってます。だって塾生さんも最初から多くのトラフィックアクセスを集めることはできないですから、僕自身も少ないアクセスでこの2年ね、ずっと売り続けてきましたから、だからそこのノウハウもすぐシェアできるし、シェアしてますし、っていう感じで僕はやってますけどね。ということで、久保さんから送っていただいた動画の方を映しますんで、よかったら見てみてください。まあ、とにかく、量からしか習慣は生まれませんから、量をこなしましょう。もうこれ何度も言いますよ。何度も言いますけど、まあ、量から質っていう話は結構したって思うんですけど、量から習慣はなかなかないかもしれないですね。量からしか習慣は生まれませんというところです。では、久保さんの動画を映します。どうぞ。おはようございます。そうですね、アクセスを取らないといけないですよね。自分の発信が目立つ、自分自身が目立つ、自分のビジネスを加速させようと思ったら、アクセスを取っていかないといけないと、多くの方に見てもらわないといけないというところがあると思います。まあ、そのためのどんな行動プラス工夫をするかなんですよ。そして行動が量であって、工夫っていうのが質なんですけども、そんなに難しいことではありません。まずは量っていうのはたくさんやればいいわけですからね。たくさんやる、例えばですね、私の YouTube っていうのが、まあ、今1万本あるとして、まあ大体ね、1本いくらかなと単価計算をしてみた時があるんですよ。まあ、1再生1333円っていうね、計算が出た時が確かあったと思うんですけども、それがね、イリュージョン1の時なんですよね。で、今動画が1万本あって、で、まあもっとありますけど、1万本あって1億円の売り上げを作ったとしましょう。そしたら私の動画1本あたりいくらになりますかってことですよね。1万円なんですよ。1動画1万円、再生数100みたいなね。こういう切り口もあると思うんですよ。だから数をやると何が起きるかっていうのは、数をやらないと分からない世界なんですよ。で、今合宿参加者の方とかが動画をね、100本上げてる方ってまだいないんじゃないかなと思うんですよね。100本だとやったうちに入らないですね、はっきり言って。やらないというゼロよりは一歩前に出てますけども、だからといって1万本から見ると、あんまり変わんないです。やってもやんなくても同じレベルですよね。例えば皆様がお腹が空いてる時に、ものすごくお腹空いてる時に、食事だよって言って米粒2粒与えられますよね。米粒2粒どうですかね。お腹いっぱいになりますかね。なんないと思うんですよ。 だからそんな感じですよね。100本やったよっていうレベルっていうのは、全然空腹は満たされないですし、誰もなんだそりゃって気づかない場合もあります。米粒2粒なんで。でもおにぎりが10個だったらこう山盛りになりますよね。遠くから見てもおにぎりがいっぱいあるのはなんだあれはって気づかれるんですよ。そういうふうな部分ではないかなと思います。で、私がね、非常に今、残念なのかどうか分かりませんけども、どうかなと思ってるのは、一つね、すごくね、惜しい人がいるんですよ。惜しい人。それはですね、億万長者合宿の動画のまとめをやってる方がいるんですよね。1話から5話、5話から10話、10話から15話。チャンネル登録私しましたんで、
あの新しく動画がアップされるたびに見れるんですよね。まあ、そうすると私がこの動画を取り上げる可能性があるんですよ。でも私ではなくてもそのまとめ動画っていうのにちょっと工夫をすることだけでその動画がかなりねアクセスを呼ぶ、そんな方法があります。それはですね、億万長者合宿に向けてアンチで入っていくってことなんですよね。私はこの億万長者合宿がものすごく疑わしいと思っていると、言ってることはもっともらしいんだけども、もしかしたらこんなんで稼げるわけがないと、騙してるんじゃないかということをね、潜入調査していきますみたいな、そんなストーリーでまとめ動画を作っていったりとか、まとめ動画のレビューをした後で自分なりの悪意を込めたねレビューをするんですよ。そうするとそのまとめ動画が上がってる時ってちょうどね私がアンチの話題を出してる時だったんですよ。そしてちゃんとアンチの方がコメントをねよくしてくれたりとかメールをくれた時なんで、そういう方がね行く可能性が高いんですよ。まあそうするとアクセスが取れて合宿の時にホラーねっていう風な形でいい課題提出をしてくれたんじゃないかなと思うんですけど、今でもあのまとめ動画ってやってるんですかね。すごくいいところまで来たんですよ。でもあの行動をやめてしまえば量も質も何もないわけです。ゼロですよ。それ以上にそれまでやったことが全部無駄になりますね。私としてはあれをやってるのは、はしごでね、はしごでこうやってあの2階に上がろうとしてるとこだなと思いましたね。でそのはしごを上がってる時にこう応援してくれる人が出てきそうなところだったんですよ。2階からはこうやってね私が引き上げようとしてるとこだったんですよ。でもはしごで登るのをなんかいつになったら2階に着くのかなかどうか分かりませんけども、やめてしまったということなんですよね。今でもやってたらすごいんですけど、私のチャンネル、その動画更新の方に上がってこないんで、やめてるんではないかなと思いますよね。ずっと私も見させてもらったりとかね、その方に対してどういうふうなアドバイスをしていこうかなとか、何か求められたら何を返信しようかなと思っていたところだったんですけども、ちょっとアクションが目立たなくなってきたというか、ないのかもしれませんけども、惜しいなと思います。で他の方の例です、他の方はセルフバックをしているところとか、なんか他のね、キーボード操作をしているそのパソコンの動画スクリーンショットをもうとにかく作業するたびに撮ってるみたいな感じです。これはとってもいいですね。あのパソコン初心者の方っていうのが毎日量産されてるんですよ。でそういう方がどうやったらあの動作ができるんだろう、コピペができるんだろうと思った時にヒットする可能性が高いです。あの誰しも初心者っていうのは通るんですよ。上級者に行かない人はいますけども、初心者っていうのは誰もがやるんですよね。だから初心者に対して優しい手ほどきっていうのはパソコンをやる人だったらほぼ 100% 通る道なんでヒットする可能性が高いです。でもパソコン上級者に提供する題材ってそもそも上級者になる人がいないわけですからヒットしない可能性があるんですよ。だからね、レベルの高いことをアウトプットしなくちゃいけないんだろうなと思うのは大きな間違いで、レベルのものすごく低くて小学校1年生みたいなことをアウトプットするべきなんですよ。むちゃくちゃ簡単なこと、セルフバックもその通りです。セルフバックみたいな基礎の基礎の基礎みたいなことをやっぱアウトプットするべきなんですよ。なぜなら PPC アフィリエイトとか、その他のねメルマガアフィリエイトとか SNS アフィリエイトまで行き着く人はいないんですよ。セルフバックからアフィリエイトに行く人までいないんですよ。セルフバックをやったけどもアフィリエイトやってませんって人がなんと多いことか。もう 99% やんないですよね。セルフバックで報酬もらい逃げ、本来だったらそれをアフィリエイトにしていただいて ASP のそれ最初の支払いを償却するところなのに、まあひどいもんですよ。お金もらってはいさよならって、もうセルフバック稼ぎませんね、アフィリエイト稼ぎませんね。違うんですよ。アフィリエイトが稼げないわけではないんですよ。ついでに言うと転売が稼げないわけじゃないんですよ。投資が稼げないわけじゃないんですよ。ネットビジネスが稼げないわけじゃなくて、稼げない人がいるってだけなんですよ。だからね、商品とかマーケットが悪いわけではないんですよ。やらない人がその業界を怪しくしてるんですよね。怪しい怪しいと言ってる人が怪しくしてるんですよ。怪しいなんて思わずに最後までやった人って全然怪しくないんですよ。なぜなら思った通りの未来が来てるからなんですよ。ネットビジネスありがとうなんですよね。アフィリエイトありがとう、転売ありがとう、投資ありがとう、 FX 最高みたいな感じなんですよ。私暗号通貨になってもう感謝してますよ。暗号通貨、私の選んだ銘柄だけが値上がりしたからですよ。で私が選ばなかったものは私は買ってないですからね。で出費がないわけですよ、プラスなんですよ。でも多くの方ってなぜか知らないけど、私から見るとね、当たりようもないのを一生懸命買って一生懸命待ってるんですよ。未だに待ってます。
これを持ってる人はもう終わってますよみたいなのをこの前ね限定放送しました。4つです。4つの暗号通貨系のコミュニティあります。有名なのがものすごい大勢の人数がかかってます。全部終わってますからねでそれが稼いでる人だったら見えるんですよ。稼いでない人って分かんないんですよ。投資とか暗号通貨が分かる人は見えるんですよ。分からない人は乱発して買うんですよ。だからきちんとね自分の脳を鍛えていかないとやっていけないってことと、あと話をちょっと戻すと、せっかくね私と吉谷さんの動画のリレーの間に入ってきたのにやめちゃうと、もったいない。しかも1年やって結果が出ませんでしたって言ったら分かりますよ、1ヶ月やってないんですよ。1ヶ月も毎日じゃないです。たまに発信ができてないんですよ。だから延べで言ったら10日もやってないんですよね。いやいやいや、10日のトレーニングでプロの世界入ってこれないでしょ。こっちなどのぐらいやってると思ってんだって話ですよね。本当にこういう風に舐めた人っていうかふざけてる人が入ってきすぎるんで、儲からない業界とかね怪しい業界って思われがちですけども、全然怪しくないですよ。最初からダメな人っていうのが誰も入ってこなければいいんですけどね、で諦めの早い人とか、まあ、そんな感じで思ってますよね、で今回の動画のテーマはうまく乗っかれってことなんですけども、やっぱりやっぱうまくいってる人と同じことをするっていうのと、こういう風にね動画のメッセージをやり取りしてるところにやっぱり乗っかってこないといけないですよ、ライブ放送しましょうみたいな乗っかってくるとかね、なんか提案をしてくるとかね、で私の動画をどのように評価するか、吉谷さんの動画をどのように評価するか、私が出した質問に対して俺だったらどう答えるかなみたいなのを動画でずっとやっていくとかね、徹底的にアンチ路線でいくとか、でアンチアンチアンチでいって他のアンチの方を巻き込んで、じゃあ俺が億万長者合宿行ってさ中身をする調べてくるから頼むぜみたいなことで合宿後のアクセスも約束されるみたいなルートを引けるんですよね。乗っかっていかないといけないですよ。自力で何ともできないんだったら乗っかっていく、意地汚く乗っかっていく。番組をご覧の皆様でもいいんですよ。で合宿事前ライブやりましょうみたいなね、提案も出していくとかね、却下されるかもしれないけど提案出してください、それが行動ですよだと思うんですよ。私だったらそうするみたいなね、そう合宿の参加者だったら、私が合宿の参加者だったらこうするみたいなのもたくさんやりましたけども、まあまあなんかね全然しょぼいというか、稼ごうという気持ちはないんじゃないかと思いますよね、全然ダメですよね。そのアンチの人の方がアクセス取ってますよ、少なくとも私はアンチの人のメッセージとかこと細かく見ていますからね、面白いんで分かってないなと思いながらもね、あこういう風に見えるんだとか気づきがあるんですよ。だからアンチの方も私に成長の機会を与えてくれてるんで OK。 でもどっちかというと好意的にその億万長者合宿を見てくださってる方っていう方がアウトプットがないんで何を考えてるのかなって分かんないところが多いですよね。まあしっかりと乗っかっていっていただいて、気持ちをね合わせるって言葉がありますけども、私は吉谷さんと同じような気持ちのところまでね登ってきていただかないと、何を伝えても何をやってもダメになるってことになっちゃうのかなと思います。ぜひねこれからでも本当にこれもねなんかもう言い続けてますけども、これからでもいいんでやってくださいね、以上です。乗っかってください。乗っかりでお願いします。